当時高校2年生の時にメールを送ってくれて、だからこそぜひ解いて、まあ、可能ならね動画にしてくださいと。学びをエンタメに。どうもさらばの先生です。さあ今回は静岡県の高校講演会で難問をいただきましたよ。今回静岡県の焼津中央高校っていうところで9月の末ぐらいにね講演をさせていただきました。それが面白かったのが、その講演会を主催企画してくれたのが実は生徒さんなんですよね。当時ここ2年生の時にメールを送ってくれて、そしていろんなやり取りをね重ねた上で無事ここ3年生の9月に講演しに行くことになりました。もう本当に1年間ぐらいかけてね、その子 もいろんな学校だったりとかいろんな方を動かしてね承認をもらって講演会実施できたということなんですけれども、実はその S 君っていう子がすごくパスラオのファンなんですよね。このサインとかもちろんしたんですけれども、どうしても解いてほしい問題があると、もう自分で作ってきました。だからこそぜひ解いて、まあ、可能ならね動画にしてくださいということを言ってくれたんですけども、もちろんそこまでやってくれるんだったら僕もするよという約束をして、今回枠が空きましたので、この数学の問題を解説したいなと思いました。皆さんにも求めるのが、やっぱりパスラボってコメント欄が学びの場になりますよね。解放をね、いろんな解放を思い浮かんだ、別館思い浮かんだよって方はどしどしコメント欄に書いてください。で、僕としては、ね、せっかくなら高校1年生でも分かるような解き方で解放したいなと思いますので、皆さんとちょっと違う書き方というかかもしれませんけれども、ぜひ楽しみにしてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。まず今回は FX がこのように、はい、置かれてますよと。まあ、N 字式ですね。一応 N っていうのが非整数の、まあ、0以上と書いてました。で、その整式 FX イコール0の解が、はい、実数解のみですよと。その状況の中には、カッコ1とカッコ2があります。まあ、おそらく、カッコ2を解かせたくて、けれどもカッコ1はもう誘導ですかね。すごいよね。自作問題で誘導までちゃんと作るの。じゃあ、まずカッコ1やっていきましょうか。カッコ1は N イコール4の時、その4解を Z1 から Z4 としますよ。その時、はい、こことここを、この解を用いて表してと。いわゆる解と係数の関係はね、3次式までは僕たちよくやってますけれども、4次式の時でどうなるの？まあ、一旦 N4 代入して具体的に実験してみましょう。こうなりますよね。解がこの4つということはどう？ここに代入したらダメよ。代入しましたーっつってね、4つ式立てると大変なことになりますから、解を持つっていう時って FX をどうやって違う形で表すと、どうやって表せるの？4次式で4解で実数解ってことなので、こうじゃないの？まあ、こうなるよねと。二つ、A1 から A4 で表したものと、Z を使って表した式。二つを用意して、最悪に展開しさえすれば、A1 と A2 が分かりますよと。もちろん、じゃあ展開しますって言ってね。じゃあ展開しましょうか。例えば、展開すると、こうなるの分かります。ここでね、ほとんどの、ただここ1年生とかって、こうじゃなくて、ここを、それぞれ、こうして、そしてここも展開して、何かね、もうごちゃごちゃすると。実はこれ、高校1年生の場合の数とか、2工程あたりで多分習ってるんじゃないですかね。ここ。これの、X3 乗の係数は何ですかって言った時に、パッと、これが出てくるかってこと。これはすごくね、大事な発想ですし、もしかしたら共通テストとかでね、使えるかもしれないので、一応言っときますね。この展開って言われた時に、X のじゃあ4乗だったらどういうことかっていうと、それぞれの塊、あれね、ABC でじゃああるとしたら、それぞれの塊から選ばれたのは、X でした。X 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 でした。そしたら X4 乗になるよね。次じゃあ X3 乗って言ったら、選ばれたのが、X、X、X、-Z4。-Z1、X、X、X とか。何が言いたいかわかる？この4つのうち、3つは X ですよと。残り1つが、この -Z1 の方から選ばれますよと。そういう形で考えると、 A1 はまずこれが X ではなく、あと残り X だとすると -Z1 だよね。次2番目が X じゃないとするとこうだ。どういう風に考えるとこうなるよね。じゃあ次ちょっと難しいかもしれないけれども、次どうなる？ X が2乗だったら、この4つの中で2つ X 選びます。残りは X はない方を選びますってことはどうなの？まず 4C2 だよね。項の数は 4C2 から6個現れそうだ。じゃあそれぞれ考えて、ここをじゃあ消してあげると Z いく Z に、どういう風に考えるとこうなるよね。一応、文言で補足をしておくと、こういう考え方ですよね。ちょっと深掘りすると、僕ってこう、東大数学のこの本出してますよね。東大数学6年解説してるものなんですけれども、ちょうど林さんがね、書いた2020年の回の、確か理系の第4問が、結構同じようなね、発想を使う問題でした。ただ展開するとかではなくて、しっかりとこれがね、展開して終わりなんじゃなくて、違う発想でやると、場合の数的な発想になると、こんな感じでスムーズね、求めることができるんだっていうのは覚えておいてください。カッコ1はこれで OK だよね。次、カッコ2ですよ。カッコ2はどう？ A1 イコール0かつ A2 イコール0ならば、FX が X の N 乗であることを示すよ。いきなりね、N が出てますけれども、カッコ1でやってますから、一旦 N イコール4で考えませんか？つまり、カッコ2、ちょっと実験しましょう。実験としては、N イコール4。まあ別に N であることを表すことは、N が1だろうが2だろうが3だろうが、何だろうがこうなるってことよ。じゃあ N が4の時どうなるかっていうと、まず FX は、A1 と A2 が0なので、まあ、こうやって表せますよね。A1、A2 が0ならばとありますけれども、ここからどう考える？例えば、A4 は表してもいいんですよ。A4 は表すと、まあ、こうなりそうだよ。けれども、おそらく A4 も0って示さなきゃいけないし、まあ、A3 をちょっと書くとね、とんでもないことになりますか
一旦置いとくんですけれども、この辺がね、示すべきなのかとなるんですけれども、これを逆の発想で考えましょう。A1A2T0 ならば、まあ、こんな感じありましたけれども、せっかくなら、この、まあ、Z というかね、この解、Z1 から Z4 を使って、そこから逆算して考えませんか。何が言いたいかっていうと、今回、FX が X の N 乗であると、これゴールから逆算ですよ。ゴール。ゴールっていうのが、こうなわけよね。これってどういうことなの？これって、じゃあこの解を同じく、じゃあ X1、X2、X3、XN とする。どういうことが言えるの？この解ってさ、全部、こういうことだよね。係数がね、もう X の N 乗しかないから、今回で言うと、こうしてもいいですね。これを示せれば、こうなるし。これってことがこうなる。じゃあ次、もう一個同値引き入れていきます。これは、共通テストにも出てもおかしくないですよ。必要十分条件あたり。例えば、X イコール0、Y イコール0。これ、X イコール0、またはだったらどうなの？またはだったら、こういうことだよね。X イコール0、かつ、Y イコール0だったらどうなの？これ意外と答えられない人いるから。かつだったら、こういうことよ。これと同値なの。二乗が入るんだよね。今回もこれかつ、全部かつが入ってるってことは、はい、こうやってもし分からなくなったら、ゴールから逆算しましょう。これ、まあ、シグマで表してもいいですけれども、ここ1年生はもう知らないよって方もいると思うので、もしはこんな感じになりました。これを示せればいいんだけれども、今回、じゃあ N が4の時って何？ N が4の時は、こうだろう。ね。じゃあまずはい、A1 って何だったっけっていうと、これが0。ってことは、これがまず1個条件ね。条件1。じゃあ、A2 は？ A2 何？これ。この時にね、これを見た時に何かちょっと分かることを考えてほしいんだけれども、一旦ね、この辺書きましょうか。これが2になりますよ。さあ、こうなった時に、後に確認しますよ。僕たちがゴールって言われてるのはここです。これを示したいわけ。じゃあ、ゴールのための今与えられてる条件って何かっていうと、これしかないわけ。つまり逆に言うと、これの時にこれ示せってことは、この1とか2をうまく使って、この形を作りたいわけ。じゃあ、どうすんのってなった時に、2乗作りたいわけでしょ？ごめんなさい。変な2乗含まれてますね。はい、こうなるわけでしょ。2乗作りたいんだったらまずこうじゃない。1を2乗するんじゃない。今実験的にやってますよ。1を2乗するしたらこういうことだよね。どうなるかっていうと、はい、それぞれ2乗するものもあれば、あとはどうするかっていうと、2倍のこの中の4つの2つを選ぶわけでしょ。2つ選んで全部掛け算するわけよ。こうなるよね。ってことは何が言えるの？ここが A1 の2乗になってて、なんとこの辺りっていうのが、これそのまんま A2 になる。つまり今回一応 N イコール4の時に実験しましたけれども、これシグマとか使って表してもいいよ。表してもいいんだけれども、ここ1年生。わかんないよね、シグマ。けれどわかんなくても、こういった実験できるわけ。もっとこれ難しいなと思ったら、N イコール3で実験してもいいよ。例えば N イコール3だったらどう？これを2乗するわけでしょ？ 0 になっても。2乗すると、こうして。公式とか言ってる人いますけれども、考えたらわかるよ。別に N が3だろうが4だろうが5だろうが、プラスの2倍のこの3つの中から2つ選んで積の形にする。それ足したものだよね。これと同じ発想のどうなるかっていうと、こうなるわけだよね。ってことは今回言うたら、A2 に当たる部分が0になるよ。ってことは、N が3の時も0になりました。これって、N の時も同じだよ。皆さんね、解法で実数学的のをね、使うとも厳密に示せると思うんですけれども、別に機能法を使わなくても、やること同じなの。つまり今この辺は、N イコール4の時の実験よ。N 示したいんだったら、やること同じですよ。まず A1、A2 が、こうなるわけだね。で、こうなった時に、おすすめなのは表で書くことです。こうだよね。じゃあ、これ、困ったら表で書くとどうなの？まず、X の1の2乗に当たるところがこうなるよね。全部どんどんどんってやっていくと、ここが求めたいところだよね。これも2乗したよ。A1 を2乗したら何が生まれるかっていうと、これが全部生まれるわけよ。ここに載ってるものが全部生まれるわけ。今言ったように、これを2乗するとこの要素が全部含まれるわけよね。で、その中の AX1 の2乗とか、X2 の2乗のところが赤丸で書いてる。じゃあ、この A2 に当たるとこって何かっていうと、なんとそれ以外のところ全部網羅してるわけよね。X1、X2、X1、X3、点、こう。あと同じだよね。被らなければいいだけだから。どうに考えていくと、赤丸以外のところがちょうどこれで表せる。じゃあ、これをしっかり確信した上で、最後どういう風に書いてほしいかっていうと、示すんだったら A1 を2乗すると。A1 を2乗する。まあ、今回ちょっと X1 から XN すると、こうなるよね。じゃあ、これを展開するとどうなるかっていうと、まず考えるべきは赤丸よ。まずそれぞれの2乗。上げますよ。その後にこれね、三角こことここ同じだから2倍のどうなるかっていうと、これシグマでね書いてもいいんですけど、高校1年生でもこれ書けてほしいです。ぶっちゃけこれ公式だとかじゃなくても、公式知らなくてもこの表が分かれば、ここの部分っていうのがちょうど A2 になってるわけでしょ。なんでかって分かる？なんでかってさっきやったじゃん。これだったら4つの中から2つ X と X はないものを選ぶ形だったよね。もしこれが N 個あったらどうなの？ N 個の中から X をまず N-2 個選んで、それ以外は2個選ぶわけでしょ。その作業とこの作業って全く同じなわけよ。ってことはこう一旦式書いた上で A2 になりますよ。で、今回何が言えるかっていうと、A1 が0、A2 が0、
なるので、ここも0になりますよね。じゃあ0になるんだったら、この同値変形で、これが示せました。じゃあこうなるときって何かっていうと、こっからで言うと、本来は fx は、例えば ay のね、xn 乗とすべきだけれども、今回よく見て、別に x の n 乗の係数は1と決められているので、a じゃなくて、x の n 乗になりました。なりました。はい。ということで、これでフィニッシュになります。Enjoy. 厳密かどうかっていうと、まあ、少し分かりやすさ重視しましたけれども、ぜひね、解法で、例えば機能法を使う方法だったりとか、他にこうやれば、面白くできましたよ、というのがあれば、どしどしね、書いてください。ちなみに、あのね、この S 君の模範解答としても、確か機能法を使ってたと思います。僕もね、多分機能法ってなったんですけれども、よく分かりやすく考えると、高校1年生とか、もっと言うと小学生、中学生ではね、分かる方法に帰着できたので、紹介しました。ということで、本日は以上になります。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。パソラは全国のね、高校で講演会としてますので、もし興味があるよって方は概要欄にメールアドレス載せてますので、そちらからご連絡ください。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。